こんにちは、ライムです。ということで、今回は上の空解説、ギガスコロシアム雷属性引くべきか解説。はい。ということでね、この1個前に動画アップしました毒属性のラビリンスダンジョンの性能解説動画で、そこでも言ったけど、ご存知の通り FF7 リバースが発売されてですね、まあ忙しくやってますよ。私この2日間のプレイ時間が25時間ですけど、まあやること多い。原作で25時間なんて言ったら、もう結構ほぼストーリー終わってるぐらいの進行度かなと思うんですけど、いまだコスタデルソルだからね25時間やってすごいよね。すごいと思う。進捗状況で言ったらコスタデルソルって何パーセントになるのかな。まあ、多分ね、昨日の段階でジュノンのところで進行度が 3% だったんですよ。見たらね、あのリバースの本物のあの進行状況ね、僕が適当に言ってる進行状況じゃなくて、リアルのところで 3% だったから、多分まだ 10% くらい、多分マジでだと思うんですよ。え、 10% で25時間ってやばくない？だってそれで言ったら普通に250時間ってことだよやばいよね。とんでもないゲーム作ったなって思うんですけど、まあでもインタビュー読んだらさ、あのウィッチャー3っていうゲーム知ってるかな、皆さんね。知ってるか分かんないんだけど、あの海外のゲームでものすごくやり込み要素が多いゲームがあるんですよ。普通にあの全部やろうと思ったら数百時間かかるみたいなゲームがあって、それを参考にしたって言ってたんで、なるほどなと。まあ、やって納得したよ。確かに。確かに、ウィッチャー3みたいな。まあ、あれぐらいなんかもう、その、とにかく、やれること、ミニゲームにできることは全てミニゲームにしたみたいな感じになってるから、うん、すげえなって思った。はい。まあ、でも面白い。それも含めてね、面白いなと思うんで、まあ、買わない人はぜひ僕の動画見てほしいし、うん。まあ、買ってプレイするよっていう方は、まあ、楽しんでほしいしと。いうところですかね。はい。ということで、まあ話はそれたんですけど、解説していきたいなと思います。もう結構ね、眠い目こすってこの動画も作ってるから、まあだいぶ、一番最初に言ったけど、結構上の空でね、喋ってることもあるかなと思うんですが、まあ、間違ってることは間違ってると思うんで、それはもう、まあそういう動画だと思ってみてください。すべてを鵜呑みにしないでください。もうこれ見て、どうあの判断するか引くかどうか、最終的にはきっと結局皆さんのね、審美眼にかかっているんで、そういったところでまあチェゲラしてください。はい。ということで、早速今回ピックアップされてるキャラ見ていこう。デッシュ、レノ、ライジンです。で、今回ギガスコロシアムなんで、やっぱこの前ギガスコロシアムガチャの定番として新しい星7チェインキャラが追加されるっていう恒例の流れになってるんですけど、今回ライジンが追加ということですね。だから今回一番多く語るのは雷神かなと思うんですが、でデッシュとレノについては正直語ることがもうない。特にうん、そのない、マジで特徴がないっていう、必殺技自身にね特徴がないっていうのもあるんだけど、すでに今までの役割としてすでに十分すぎたので、特別今回の追加された必殺技で評価が変わるとか、まあ、これによってね、どうかなるみたいな感じじゃないので、二人とも立ち位置的にね、特にレノなんかはもう、これ誰の時言ったんだっけ、セフィロスか、セフィロスの、フェスの時にも言ったんだけど、もう上限いってるんで評価が、そこからレノの評価が新しい必殺が出たところで変わるかって言ったら変わんないんで、別に既存の、仮に今回レノがなかったとて、他のキャラにクリシン追加されたとて、レノの評価が変わることは全然なかったんで、まあ、そんな感じだね。まあ、デッシュについても、ちょっとレノとは違うけど、意味合いがね。意味合いがちょっと違うんですけど、何かっていうと、デッシュって、雷魔法のチェーン役っていうところがあるんだけど、最近レノにちょっと席奪われがちなんだよね。ほぼ、まあ、レノの、まあ、介護官とは言わないけど、レノでよくねっていう場面が増えてきてしまったんで、まあ、あんまりそのデッシュの良さって、ないんですよ。で、デッシュの、そのレノと差別化して、レノはこれができるけど、デッシュはこれができない。デッシュはこれができるけど、レノがこれができないみたいなことを探すとですね、
まあ、唯一、それがあるんですよ。差別化要素があって、何かっていうと千夜日なんだよね。これ第二千夜日で古代の雷戦っていうのがあって、これが敵単体に4回連続の亀属性魔法攻撃、自身がこの浴3回発動するために一定時間味方全体の亀属性攻撃が1段階アップっていうバフだね。非化戦とかにも通持ってるやつ、あれ非化戦だっけ、だよね確か。まあその辺とか、あと歩くあたりが持ってるやつかなと同じやつなんだけど、これなんですよね、差別化要素で言ったら。ただちょっとね、発動条件微妙なんだよね。普通の状態で使うと3回発動するたびっていうことになるから、例えば D 角と使った場合だと1ターンにプラス1しかできなかったりしちゃうんですよっていうところが、デメリットなんだけど、これ究極真偽を使うことによって英雄戦アビリティ極化になって、3回発動するたびにだったものが2回発動するたびにちょっと軽減されるんで、つまり D 角と究極真偽併用すると確定4回攻撃になるから1ターンでプラス2まで持っていくことができる。で一定時間なんで、そこそこ長い時間だから、この一定時間の範囲内でプラス6を継続的にかけていくことができる。常時プラス6状態維持することができる。まあ3ターンかかるけどね。1ターンに、プラス1、あ？そうだね。プラス2ずつだから。プラス2ずつだからそういうことになると。まあ、例えば中確率レジマテとかが発動すればね、またね、ちょっと、変わってくるかもしれないけど、まあ、基本は3ターンでプラス6まで持っていくことができるよっていうことで、差別化するならここだね。レノはこういったプラスに対するバフっていうのはできませんので、レノはあくまでデバフっていうことになるから、うん、だから一応バッファーとしてデッシュチェーンと、この仮面属性バフとしてチェーンデッシュをつけていくみたいな立ち回りパーティー編成にするか、もちろん一緒に使ったっていいんだけどね。デッシュでバフしてレノでデバフすればいいだけだから。でチェーンはどっちか皆さんの好きな方ですればいいだけの話なので、必ずしもね、その限りは全然ないんですけど、一応だからそういったところで差別化するしかないよってこと。デッシュを使う以上じゃないんだったら、これを使わないんであればもう別にレノでよくねってなっちゃうので、正直ってなるとだ。でここでさっき冒頭の話に出てくるんだけど、別に今回の必殺技が出たからといって評価が変わんないよって言ったのはここになってくるんだけど、クリシンの優先度が低いんですよ、デッシュって。そういう意味でもちろんクリシンと D 角併用すれば確定4回攻撃になるんだけど、ただこっちは究極真偽のような英雄戦アビリティ極化の効果つかないので、普通に3回ごとに1回プラス1になるだけだから、ってなると最大の差別化要素であるところの、それができないんであればクリシンわざわざ使う必要ないよねってなる。だから究極真偽最優先だよねってこと。だから今回のガチャで優先すべきは、まあ悪神と究極真偽取れば OK、 クリシンとオーバーフロー真偽についてはまあたまたま出たらラッキーなのみたいな、その過程でね、出す過程で出ればラッキーだねぐらいなんで、評価は変わんないということです。あとアクセル真偽にしてもそうかな、全キャラこれは言えるんだけど、別に悪神が出たからといってぶっ壊れになったとか、そういった事実は全くないので、別にちょっと今までよりもまあ多少強くなったんじゃないとか、今までよりもちょっと立ち回り変わってくるよねとか、今まで無駄にしてたゲージが使えるようになったねみたいな、それぐらいの評価なんで、まあ別に今回すでに究極主義持ってるよって方は改めてデッシュの装備を集める必要ないのかなっていうところかな。そんな感じです。はい。で次レノなんですけども、さっき散々ね、逆説的にレノがその強キャラだよっていう感じ、もう言い回しになってたけど、まあ、確かに強キャラだよ。物理魔法両対応の雷の確定デバッファーということで、トップクラスの性能なのは揺るぎない。僕が、まあ、デバッファー好きっていうのは全然あるんだけど、まあとは言ってもレノ弱いって人いないでしょ、このゲームやってて。レノ弱いって人は多分よっぽど初心者かなって思う多分レノ弱いは聞いたことない、さすがにいないと思う。さすがにレノ弱いって人いないよね。いないと思う。マジでレの弱いって人は信じられないので、いないと思うんだよな。だからまあこれは、妥当な評価かなと思うんですけど、はい。でまあさっきも言った通り、もうレノはもう既存の装備でも十分役割果たせてるから、一番の役割ってやっぱ雷デバフだからね。雷デバフさえ常時マイナス6までできていれば文句ないんですよ。だからわざわざもうすでに究極主義が実装されてる時点で、まあ、クリシンは、まあ、あんまり必要性がないというか、
まあどっちでもいいんだけどね。さっきのデッシュと違ってレノの究極真偽でアビーが極化になったところで別にそのデバフ性能に影響があるわけじゃないので、例えばね短時間が一定時間になるんだったらすごく問題出てくるけど、これただ単純待機時間が短くなるだけだからね、そんなにかなっていうところ。うんだね。ああ、でもあれか、そうだか、そっか、ごめん、究極真偽の比較で言うんだったら究極真偽の方が強いわ。レノもなんでかっていうと、これ進撃レノがついてるから。復刻装備だけど話すけど、これ雷耐性が 6段階とかマックスまでダウンしてる状態で打つと味方全体の雷アビのダメージ5ターンアップ中っていう、これがつくんだった。そうだそう、これがあんだよね、バカだよねでこれ雷アビのダメージアップ5ターンアップ中だから、もちろんさっきのデッシュのあの雷属性攻撃力アップとはまた別のバフだからね、もちろん重なることができる。あのキャラの吹き出しでマーク、吹き出しマークでプラス6って書いてあるのが属性攻撃力の方だからね。こっちはあくまで目に見えない方だね。ダメージアップ中でヒュイーンっていう最初のバフかけた時だけエフェクトが出るタイプの方のバフだね、これをね。っていうことなんで、これめっちゃ強いよね。これはまあ、あのね、レノっていうか誰かの雷キャラの使ってみた動画、最近のやつで、まあ、円屋さんのね、端末をお借りしてやってみたりとかするんだけど、まあ、円屋さんのレノ使ってるとめちゃくちゃ強いなって思うもんね。やっぱ究極真偽が、これがいい仕事してるっていうことなんです、結局。はい。ってことだね。なんで、レノに関しては、もちろん、まあ、究極真偽とクリシンの比較で言ったら、まあ、究極真偽の方がいいだろうとは思うんだけど、確定4回攻撃でデバフするっていう意味合いでいけば、クリシンも別に究極真偽でもどっちでもいいっていうことになるんで、うん、まあ十分、まあいずれにしても役割を果たせてるよっていうことだからね。だから今回ガチャで何も持ってないけどガチャしてみようっていうんだったら、まあ、クリシンか究極真偽どっちでもいいよと。クリシン出た時点で引いてもいいし、まあ、引くっていうのはそのやめてもいい、ガチャやめてもいいし、究極真偽出た時点でガチャ引くのやめたっていいっていうことだね。二択のうちの一つ引けばとりあえず勝ちだよっていうこと。はい。で、あとは、雷神だね。多分今回一番ウェイトが高めなところでいくと、こいつだね。で、雷神については、まず、クリスタルホースだね。これが結構良さげに見えるんだよな。雷属性をまとっている味方全体の雷属性アビのダメージ2ターンアップ中。自身の待機時間2ターン短縮するっていうことで、自身の、まあ、煙突レベルアップとか、っていうわけではないんですけど、その代わり味方全体に対処した、ダメージアップバフがかかるというところで、これは良さそう。で、クリスタルホース2回打てるからね。つまり、このクリシン発動時だったら4ターンまでダメージアップ中できるってことだから、これは強いよね。で、これが2ターンっていうところもあって、例えばレノと一緒に仮に使ったとしても、レノのさっきの5ターンアップ中と、ターン数違いだから重ねることもできるっていうことになりますので、かなり強そう。ちゃんとね、場面を見極めて使う、まあ、一番硬い例えばフェーズ3で使っていくとかね。フェーズ3で使ったとしても4ターン持続するからね。うん、本当にとどめからの4ターン逆算してもそれぐらいで倒せそうなところって、まあなんとなくね、目処はつくじゃないですか。このタイミングで使ってあげればかなり、強力なクリスタルホースっていうことになると思うんで、まあ、雷神自身が火力を出すためではないんですけど、まあ、雷神の役割から言っても、あくまで雷神はバッファーとして立ち回って他のキャラで火力を出していくっていうことを考えると、非常に理にかなったクリスタルホースになっているのかなというところで、これ強そうです。はい。で、あとは、雷神のアクセル真偽、これ強いね。雷属性アビの待機時間なし、かなりまあシンプルな内容ではあるんですけど、さっき言った通り雷神はやっぱ役割としてバッファーになってくるから、他のキャラよりもやっぱ早く動かないといけないんだよね。早くバフして早く他のキャラが攻撃する前に火力を出せるようにしておくっていうところが一番の仕事になってくるので、これ非常にまあ優秀で、あともちろん、待機時間なしになるから他のキャラよりも早いということは、ATB じゃなくて、ゲージだね。必殺ゲージも、まあ、溜まりやすくなるっていう意味で言っても非常に
まあ、強力なものになっているのかなというところだね。はい。で、あと今回、雷神に第2D 角実装されました。今までの雷神の第1D 角、まあ覚えてる方少ないと思うんだけど、第 1D 角の方が発動時にクリーダメアップと、あと追撃で防御魔法精神デバフができる、その代わりもう一回放つっていうタイプだったんだよね。だから自身が火力を出していけるっていうことではなかったんだけど、今回はもう2回放つ、なおかつフェイタルダメージアップとかついてたり、あとモード2の追撃で一定時間味方全体の雷属性アビリティで待機時間短縮するとか、こういったものもついてるんで、まあ、かなり種類といったしたら全く別方向のバフとかになってるんですけど、これはこれで全然強いよね。どちらかっていうとこっちの方が、まあ、雷神自身は火力出せる、なおかつ、味方全体の待機時間も短縮できるっていうところで、まあ、両方兼ね備えた感じかなと思います。はい。まあ、待機時間短縮もある意味では火力スキルと言えなくもなかったりするからね。早く動けるってことは、一定時間中にね、例えば15秒間中に5回しか動けなかった、でも待機時間短縮つけたら6回動けるようになったっていうと、火力がその15秒間中の1回行動分火力が増えたって言えるわけで、ある意味では火力スキルってことなんで、まあ非常に強力な内容になってるかなと思います。で、これ雷属性攻撃の待機時間短縮だから、攻撃というかアビリティか、アビリティの待機時間短縮なので、もちろん他のキャラの、例えばクイナとかエアリスみたいな物理攻撃の待機時間短縮とも重なるし、ウララとかね、ギルバートみたいな、あの、あらゆる行動の待機時間短縮、もうシンプル待機時間短縮みたいなものとも重ねることができる、カテゴリー違いだからということを考えると、非常に強力なものをもらったのかなというところですね。まあどっちにしても雷神なんか雷属性以外じゃ使わないからね。まあ天命文句でもワンチャン使えるか、天命文句でも雷属性文句いるから、そういったキャラと使ってあげると、そう、文句だけど雷属性統一でいけば、そっちの待機時間も短縮できるよということも一応できたりします。はい。で、あとは雷神の新しく追加された星7チェインなんですけど、これって結局雷神にチェインをやらせる価値があるかどうかっていうところなんだよね。で、他のキャラライバルで見ると、例えば星7で言えばカインがいたり、星6で言えばレノとかプロンプトとかね、シェルクとか、まあ、その他キャラ、まあ、いたりすると思うんですけど、その辺がライバルで、結構今言った通り強キャラ揃いなんですね。レノはもちろん、プロンプトも雷デバフで、まあ結構便利で、シェルクも雷デバフ、あとクリ率アップとかね、あとね、その他物理補助とかもできたりするっていうキャラなので、結構強い。そこに、まあ、チェーン役として入っていけるかっていうと、やはりさっきのデッシュのように他のキャラと差別化できる要素がないと、他のキャラでよくねってなってしまうので、そこをちゃんと活かさないとダメ。具体的に言うと、雷神の場合だとクリ率アップとかクリダメアップとかね、アビダメアップとか、それからさっきの D 角の雷アビ短縮とかね、まあ、そういったものを兼ね備えたキャラなので、その辺をうまいこと使った編成じゃないとダメってこと。例えばもうすでに他のキャラでクリ率アップとかクリダメアップできるのに、わざわざそこに雷神入れる必要ないよね。だったら、チェインをできる上でさらにクリ率とクリダメアップを雷神に任せてあげる。で、その今まで入れたクリ率アップ要因を外すことができるってことだよね。つまり例えばウララとクイナで今までクリ率アップクリダメアップやってたよってことがパーティーだったとしたら、で、そこに雷神入れようと思ったら、雷神がその2人の役割を果たせるわけだ。じゃあ、あと空いた2枠か1枠で、例えばミンフィリア入れてみるとか、ギルバート入れてみるとかね。ミンフィリアの役割としては、味方全体の弱点ダメージアップ中。ね。これでもう火力1つ分上がるわけじゃないですか。今までクリ率アップとクリダメアップ しかしできなかった。枠の都合でできなかったけど、雷神でそれ2つやれば、ミンフィリア入れる、そして入れることができれば、弱点ダメアップ中がさらに加算、火力が上がる。で、もっと言えば、例えば待機時間短縮枠としてギルバートを入れてみるとか、そういったこともできるわけでね。別にサッズでもいいけど、サッズで、雷デバフもできるし、復興アップ、物理攻撃のダメージアップ中もできるしみたいなところで、サッズを採用するのも全然ありだし。っていうところで、まあパーティー編成の幅が広がった
ていうことなんで、皆さんのパーティー編成力が試されるって感じだね。わざわざまあ雷神入れて使おうとなればそれぐらいのことはしないと、まああまり意味がないよということになってくるので、はい、ぜひ皆さんね、あのいろいろ、まあ、特に嬉しいのはガチ勢かな。すでにもうある程度雷パーティーがもう完成してるよと。しかも別にウララとクイナがいればね、勝てないダンジョン基本ないので、全部、まあ、タイムとかはともかくね、タイム度外視とかで言えば別にウララとクイナでどこまでも勝てるので別にいいんですけど、それさえ揃ってれば。さらに上を目指す人ね、なんか特定のタイムアタックしたい、ここもう絶対30秒切り何が何でもしたいとか、まあ、そういったことを考えている方であれば、まあ、こういった選択肢もあるよということですかね。はい、ということで長々と語ってきましたが、まとめ、このガチャ引くべきか。今回のガチャはもう雷チェインと、あとバフデバッファーまとめっていう感じだね。まあ毒属性のガチャと似てるんだけど、もう本当に、まあどれ揃えても、まあ損はしないかなと。結局ギガスコロシアムでいっぱいキャラ使うしね。っていうところなので、うん、まあ3人ともしっかり強いですよ。さっき言ったように、まあデッシュとかね、ライジンも他のキャラとちゃんと差別化できるような、使い方をしてあげればいいと思うし、まあ同時に使うこともできるしね。で、雷神に関してはもうね、星なチェインっていう確固たる役割をね、さらに与えられたので、今までできなかったことも雷神がいればできるようになりますのでね、まあ、ガチ勢は特に嬉しいかなと思うんですが、まあ、ちょっと今まで雷神とかね、見向きもしなかったよっていう人とか、あとちょっとレノの装備欲しかった、デバフワとして欲しかったんだよねって人は結構チャンスかなと思うので、うん、まあ、特に雷属性薄い人はね、これ全員チェイン使いだから、やっぱチェイン使いはどうせ使うので、枠としてはね、絶対チェイン枠は必要なので、そう考えるとチェイン役が弱くて損することってないから。あ？強くて損すること、逆だね。逆だったわ。強くて損することってないので、ぜひ強化してあげてほしいなと思う。はい。ということだね。だからこれある意味フェスよりもフェスらしいラインナップになっているんで、そう、こんなに集中してることってあんまないからね。まあ、特定の段とかは、その第1段とかはね、その時に、そのフェス当日に実装されるクリスタルダンジョンとかに合わせたね、キャラとかが多くなりがちですけど、まあ多分この流れから言うと雷属性ではないと思うので、まあ雷属性が薄い人はここで揃え、フェス捨ててでも揃えていくってことは全然ありかなと思う。はい。そんな感じでしょうか。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。